キャベツと卵の、卵やって、卵のサラダ作ります。で、ちょっとこれ充電ができてなかったから、充電してる間にちょっとキャベツやったりしててんけど、何しよう、あれやってるから、キャベツはもうチンしてうんぬんかんぬんっていうのをやってますから、ここに刃先、卵の皮むくとか、卵がね、いっぱいあったから、もうゆで卵に、朝ゆで卵にしたけど、子供食べへんかったから、だからゆで卵でなんか検索したら、ゆで卵のサラダみたいに出てきたから、これにする。よっしゃ、塩小さじ2分の1。辛くなったら嫌だ、ちょっとだけしとこう。醤油小さじ1。全部これで測ろう。ただのマヨネーズ入れるだけと思ったら違うのよ。なんかいろいろ入れて美味しくなる。何してんの、私マヨネーズを入れて、ここにマヨネーズだけっていう話したからマヨネーズ入れてしまった。まあええわ、ちょっとさっきここ入れとこう。醤油やんけ。醤油こっちや。まあマヨネーズの話だからマヨネーズ入れてるよ。本当にバカだな。醤油が小さじ1。醤油、さっきごま油やったらよかったな。で、ごま油が第1。ごま油、お腹すいた。ごま油入れねんで、これほんで、ニンニクチューブが3センチやって、んで、マヨネーズが第2。よし。ほんで、忘れてない。入れた。あ、すりごま入れてないな。すりごまは最後。もうすりごまも今入れてまうか。すりごまなんておまへん。普通のごまを自分でここで吸ったらええわ。これすりごまや。ひねりごまはもうすりごまでしょ、これ。こんなもんは。第一だから結構入れた方がいいかな。これがソースになるのか。激うまサラダってなってたけど、これが美味しかったらこのソースで何でもサラダのドレッシングになるってことになっちゃうか。ちょっと舐めてみ、まあ美味しいっちゃ美味しいけど、ここにキャベツとか入れていくからな。これでさ、ちょっと美味しいって言って子供たちが食べてくれたらいいんだけどな。なんかこれ砂糖入れたら美味しくなりそうな気もするけど、また私が勝手にわけのわからんことしちゃダメだね。お前は黙ってるって、何が砂糖だって。よし、でこれはレンジでチンしたキャベツ。まだ熱いやん、ちょっと。あららら。なんでこうわざわざこんなんするか言ったらね、このままポンってなるのが嫌やな、私。なんかもったいない気がして。
時間がない時はもうそのままポンっていくんやけど、今今日はちょっと時間がありそうやから。で卵を黄身と、急に静かに卵、私いつも卵を言うたら卵をなんか切るやつでやるけど、これでもいいんやな。いろいろやりたいことがある。でも新しい料理、これを子供たちが食べてくれたら、いつもそうや、これを子供たちが食べてくれたら言って食べてくれた試しがないやんかな。発揮しますけど、どうかな、これ美味しそう、非常に美味しそうですけどね、見た目はどうなんでしょうか。ニンニクとか入れてるけどどうなのかな。これはちょっと一口でも食べた時にね、こうやってちょっとだけ食べるやん。私はめちゃくちゃ美味しいけどな、私はめちゃくちゃ美味しいけど、もうちょっと胡椒入れたいぐらいだけどやめとこう。胡椒とか入れた子供がなんか辛いとか言うから。なんかつまみになりそうな、うまっこねサラダ、おいしい、おいしいわ。一度このレシピを載せときますね、このサラダ。スクショって言うんですか、あれ。スクショっていうのをちょっとやってみてください。よっしゃ。では食べまーす。どうぞ召し上がれ。いただきまーす。いただきまーする。いやもうなんか、これが見た目めっちゃうまそう。ちょっとだけ。どうぞ。めっちゃうまい。ほんと？サラダ？珍しいな、そのサラダから行こうってすんのが。ちょっと待って、入れるか。いいよ。じゃあ少しだけもらいます。いっぱいあるから食べていいよ。おいしくない？今食べて。え？サラダおいしい？うん。嬉しい。ちょっとマヨネーズもうちょっと。もうちょっと入れてほしいぐらい？うん。分かった、もうちょっと今度からマヨネーズ。ハムがおいしい。ハムかよ。ハムと一緒に食べたい。めっちゃうまい。あ、よかったよかった。じゃあこのサラダどう？あかりも美味しい？毎日食べたい。あ、よかった。あの、よかった。嬉しい。あかりにあの野菜食べてほしいときはこれ絶対作ってほしい。でもこれもうちょっと冷たく。そうそうそう、冷たくだよね。だからこれさ、友達来た時もこのサラダ出したらみんな喜ぶよね。絶対食べる。うん。よかった、嬉しいな。涙出そうに嬉しい、本当に。野菜が嫌いな人作れたけど、久しぶりだよ、みんながお母さんが初めて作ったご飯で美味しい美味しいって言ってくれたの。ありがとうございます。皆さん、このサラダ大成功でした。よかった。これこのせーの。ぺかん。ぽかん。ぽかん。あった。まつぎ。お、私が作ったサラダのことを。面白い。いや